日本古来の合気武道を学ぶためフランスの警察官らが網走を訪れ連日激しい練習に励んでいます。合気武道の練習をしているのはフランスの警察学校で逮捕術の教官をしているアラン・フロッケさんとその弟子で公務員のクレラン・ジェハーさん、それにコンピューター技師のチリ・イキアハントさんの3人のフランス人です。このうち警察官のアラン・フロッケさんは5歳の時から柔道を始め、合気武道と剣道歴は28年というフランスでは有名な日本武道の大家です。フロッケさんは国際合気道連盟7段の腕前で合気武道の源流の精神に触れようと去年から網走を訪れているものです。フロッケさんら3人はおととい網走入りし、早速大東流合気武道総本部の道場で36代目宗家の武田時宗さんについて基本の型などを学んでいます。はい、掴んだ。はい、受ける。おおおおお、袴と柔道着に身を固めた3人は鋭い気合をかけながらキビキビとした動作で相手を投げ飛ばし素早く抑え込む練習を繰り返しています。フランスはですね、日本の古武道ですね、ヨーロッパではフランスが一番発達しておりまして、はあ、各大会がですねフランスに集まって、はい、そして修行しておりますので、したがってアラン・フロッケさんはその第一人者ですから、はあ、なかなかその体もですね鍛錬されておりまして、うん、非常にその日本人、まあ、バラエティのですねまたいいところがあります。Ici dans le dojo du Dai Tokyo Aikibudo, et le Dai Tokyo Aikibudo est à l'origine des différents styles d'aiki, et mon but est la recherche de l'origine, de pénétrer plus profondément dans l'esprit traditionnel du budo japonais, remonter le temps jusqu'à pénétrer cet esprit et pouvoir ainsi comprendre qu'est-ce que le budo japonais et comment l'intégrer dans la société actuelle, dans la vie, dans ma vie personnelle et dans la vie en général. アラン・フロッケさんら3人は6日までびっしり合気武道を学び、8日にフランスに帰るということです。